しながら撮ってくれ。え？話しながら撮ってくれ。よし。またカウント。はい、どうも。はい、楽しみしご飯の時間です。今日はですね、ドムドムバーガーの福袋、福袋じゃない。うん？福袋だ。夏の福袋を、この間買ってきてもらって、で、今日はその中に入っていた、商品券、引き換え券か。あ、ドムドムバーガーの紙です。これいい紙です。その引き換え券を使って、買い物しに行ってもらいました。で、可愛い袋を使ってですね、この袋を使って行ってもらいました。この袋本当いいよな。めっちゃいい袋。まだもうないかもしれないですね、福袋ね。もう売り切れてるかもしれないですね。あ、そうだ、今日ツイートしよう。そうです。あ、今日桜さんの日です。ありがとうございます。足が速いんで買い物行っても帰ってくるの早いです。若いですから。今日セットで海の、勝手に僕が海セットって言ってんですけど、海ばっかり集めたメンバーでですね、ちょっと待ってですね、あ、お腹減ってきました。まずエビカツ、さっきまでゲンさん、もう大常連のゲンさんがいらっしゃいまして、またお土産いただいちゃいました。ありがとうございます。それはまた別の動画になります。あ、美味しそう。あ、いいね。ドムドムバーガーですよ。ドムドム、これアジフライタルタル。ドムドムがね。あ、いいな。アジフライもパンチが出るな。いや、これ開けた瞬間アジフライの香りがすごい来てます。来てます。来てます。アジフライと。エビカツでございます。ちょっと白すぎるな。はみ出してる感じがこうだね。ありがとうございます。まずエビカツから。ああ、じゃあじゃあ。よし。今日金曜日なんで、お客様お昼はね、それほどじゃないんですけど、さくらさんにはインスタグラム。バンバン投稿のネタというかバンバン作ってもらってました。皆さんお願いします。もう最近の動画は動画の説明欄にインスタグラムのリンクと X のリンク貼り付けてますんで、皆さん応援よろしくお願いします。フォローしてくださる方が増えて、閲覧数なんて言うんだ、なんて言うんですかね、見てくれる数のことなんて言うんですか、ね、あ、フォロワーですか、閲覧数ですか、閲覧数でいいんですか、見てくれる数が分かるじゃん、見てくれる数分かりますよね、見てくれた、インスタ投稿ですよね。そうそう、それを見てくれた数分かりますよね。分かります。それを何て言うんですか。インサイト。そうそう、そういうことです。それが分かるとめちゃめちゃ喜びますんで、応援よろしくお願いします。金曜日は大体そういう、それメインの仕事してもらってて、で、まあ、土曜日は結構パンパンなんで、ガッチャンガッチャンやってもらってますけど、エビカツからいただきます。うん、やっぱエビだね、エビです。うん、今日も花屋敷の中からはキャッキャ聞こえました。めっちゃ聞こえます。いいな、いいっすね。9月か10月に、さっき話した、ムー、はい、雑誌のムーとのコラボが、花屋敷あるらしいんですよ。それ盛り上がるでしょうね。大人も増えるんじゃないですか、もっと。めっちゃ増え、もう夏休み始まってるから、今お子さん連れも多いのか。そう思いますよ。そういうことでしょうね。うん、ムーが始まったら行きたいんですよ、僕も。行きます？花屋敷。行きたいんですよ。行きたいですね。本当。もう一回しか行ったことなくて、まあ行ったことありますよ。ね。僕一回しかないですけど、その時母と母の姉を引率して行ったんで、ゆっくり見れないというか、要はあれも見てみるけど、あ、これも乗れない、これも乗れないみたいな。結局、年寄りたちはどれも乗らなくて。乗らないんですよ。どれも一個も乗らなかったんですよ。で、なので僕も一個も乗ってなくて。で、上の、階というか
何があるか見に行ったりとかもちゃんとできてなかったんですよ。ちょっと行ってみたいなと思ってます。コラボどんな風にするか気になりますよね。ん？どうやって絡めるのか気になります。うん、ムーって読んだことあります？いや、内容を聞いたぐらいで自分で実際買って読んだことないです。僕も1回かな、買ったことあるの。僕は、あと父、親父が若い頃買ってたんですよ。年下続きでした。なんか UFO とか、はい、あの、なんだっけ、ユーマ、うん、そういう系統かな。うん、話聞いたり見せてもらったり。なんか人、すごい記憶に残ってるのは人体の自然発火現象。ああ、ありましたね。聞いたことあります？はい。ああいうのとかすげえ怖いなと思いながら、子供の頃、子供っつっても本当に3歳4歳ぐらいですよ、見てました。オカルトブームすごかったですもんね。土の子とか、うん、ネッシーとか。そうですね、すごかったって言って、ね、いつの話をしてるんですか。私が生まれる前の話。そうですよね、はい、土の子すごかったな。義母愛子とかの時代。うーん、いや、まあ、もうちょい前な。義母さんなんかは僕はもう小学生の頃かな、めっちゃ流行ってましたね。すごいですよね、どこもかしこも、時間関係なく心霊番組とかやってました。そういうのすごい良かったな。あのピラミッドパワーとか。すごいですよ、新聞に載るんですよ、口だけ女が。うん、ありましたっけ。そうそう、なんか地域で口だけ女が出現するっていうので新聞が刷られたことがあるんですよ。え、これ何、どういうことですか。私の母の時代ですけど、多分不審者なんでしょうね、ただ。うん、なんですけど口先女が出たって新聞になったの。あと人面犬。あ、いや、人面魚、人面犬ありましたね。っていうかよく知ってるね。アジフライバーガーです。これがあのちょっとあのとんがってる麺ですね。こういうのがどもどもバーガーです。人面犬も知ってるのすごいですね。知ってますよ。だって生まれる前でしょ。はい。そうっすよね。人面犬もね、それ全部食べていいですか。ありがとうございます。いただきます。うん、あ、味ぐらいいいですね。もうタルタルと、もう一個なんかあるんですよ。サルサソースかな。タルタルにしてもらいました。うん。うん。うん。このアジフライと、エビフライって、金額違いますよね。エビフライの方が多分高いですもんね。確か違かったと思います。うん、そうですね。エビカツバーガー頼んだ時に、エビフライじゃなくて、エビカツでいいんですかって2回ぐらい聞かれました。あ、エビフライの方がやっぱ人気なんですかね。まあ、でしょうね。でも期間限定的なものなんじゃないですか。まあ、見た目のインパクトもまたちょっと違うでしょ。うんうん、これかもう、あ、前回と店員さん一緒？違います。間違えました。もしかしたら有名になったのかもしれないですね。うん、坂田さんね。私が、うん、ちょこちょこ来る女の子めっちゃ買ってくじゃんって思われてる。なんか変な T シャツ着てくるやつがいるんだよっつって。こんにちは。おはようございます。すいません、お疲れ様です。やった。ありがとうございます。会いたかったです。酒屋さんが配達で来てくださいました。ありがとうございます。あれ、働いてるところに出会ったことありましたか。働いてるところに出会ったことありましたか。え、全然ないです。お客さんで来てる時しか会ったことないですよね。そうか、お客さんいましたっけ。一回会ったことありますよ。あれ、まずひでーすね、マジで。一回会ったことありますよ。あ、教えられたんですけど。綺麗な。そう、僕は話、それ言えばいいと思ってるんです。絶対そうです、絶対そう。お母さんと言った、お母さん。そうそうそうです。やっぱし美人だと思いました。あ、ありがとうございます。絶対思ってない。いや、思ってます。思ってはいるけど、忘れてたのはちょっとマイナスから。悲しいわ。昼食したね。そうかもしれない。
ありがとうございます。忘れないです、うちのスターなんで。え、もう働いてるんですか。会いたくなって人どんどん集まるはずなんです。一緒に来るか。やったー。金土日。今度忘れないでくださいよ。あ、でも忘れないです。基本金土日います。あ、金土日ですか。はい、配信ってどうなってます。あの、僕何月までっていう話したから覚えてなくて、ベルケンを持ってきたら多分分かるんですけど、はい、どっかの月で区切って、はい、もう回収は OK ですっていうその600円のやつはしたんですけど、はい、何月って話したら僕も覚えてなくて、昨日あのいらしてくださいましたよ。あの、今動画撮ってるんで名前わざと言わないですけど、あの営業のああいう方向ですか。はい、来てくれました。あ、そうなんですか。あの、飲みに飲みに、はい、K さん。そうです、さすがっすそう、K和田さん、K和田さん来てください。今日もその辺うろちょろしてると思ってます。その言い方よ、うろちょろって言い方です。その辺で仕事してると思ってます。仕事です、仕事です。めっちゃ忙しそうでした、やっぱ。あ、本当ですか。もう最近な、忙しくなりますね。ちゃんと普通に楽しんで飲んでんじゃなくて、まあ飲むけど途中で仕事するし、はい、すいません先にっつってパソコン担いで、はい、行っちゃったんですか。いや、本当ね、働きすぎっす。大変ですね。マジでやりすぎっす。仕方がないですね、いろいろ。まあまあね、お疲れ様です。今日まだ来てないですか。そうですね、5時オープンなんですよ。なので、まあ、4時半ぐらいじゃないですかね。え、お約束ですか。もう3時過ぎだ。お約束が。ああ、今日お見かけしてないですか。まだなんか僕のところも危なそうなとこあったら教えていただきたいです。怖くてね、やっぱり水が漏れるじゃないですか。はいはいはい、電気がね。ああ、そうですよね。あ、まじですか。そう、ありがとうございます。気をつけて、めっちゃ暑いんで。素晴らしいですね。ちゃんと覚えてくれましたよ。ということで続きでございます。何でしたっけ。めっちゃ暑いんで気をつけて、今のいいですね。素晴らしいです。さくらさんできるんですよ本当に。みんなに可愛い可愛いってやりますけど、そこなんてほんのさくらさんのいい部分のこのちっちゃい部分ですからね。その外側がすごいから、皆さんぜひ会いに来てください。素晴らしいですか。本当スター軍団なんだよ。半端じゃないですよ、みんな。名前言っていいかどうか聞いてないから、他の人の話名前出してできない人も多いんですけど、みんな強いです。アジフライのいい顔するね。尻尾って食べるはずか。食べます。エビフライは食べます。あ、エビフライ食べないですね。エビフライ食べないけど、アジフライは食べる。はい、あの、母がエビフライを食べます。尻尾、うん、味が強いか否かだと私は思うんですけど、うん、僕はエビフライはいつも食べるんですよ。はい、アジフライは今試しに食べてみようと思って食べました。美味しいですね。美味しいですよ。そんなに邪魔しないんですよ。エビフライの尻尾ってちょっとなんか口に残ったりするじゃないですか、量が多いから。こんな感じしません。うん、まあ、でも僕は食べますけど、母にあげます。で、僕の母もエビフライ、エビの尻尾は食べる派だと言ってたんですけど、さすがに伊勢エビの尻尾は食べないやつでした。なんだっけ、カリンとまんじゅう。はい、あ、そうです、そうです。あ、ドムゾウ君が
いいですね、いいですね、はい、これカリッとしててね、これいいんですよね、これ美味しいんですよ、めっちゃ美味しかったです、最後わー、いいな、この油の感じがまたいいんですよね、これはい、どうします、うん、うん、いいな、何べんも言いますけど、この油の感じがいいんですよ、ちょうどいい、このサクサク聞こえてるかな、ここまでは聞こえてますよ、一応私の耳には届く、あ、聞こえてる、はい、何なんですかね、僕撮ってるからかな、なのか音が聞こえやすいらしいんです、食べてる音がすごい聞こえるって言われるんですよ、口腔内が何反響しやすい口の形してるのか、なんかよくわかんないですけど、ちょっと歯がちっちゃいとかですか、歯はちっちゃいです、めっちゃ小さいです、歯がちっちゃいの影響してそうじゃない、あとおちょぼ口だから、歯がちっちゃいとこうキュッて固まるじゃないですか、うん、大きい人より、うん、なんで音が出やすいんですか、まだそうかもしれない、口が歯が小さいから固まる、そしておちょぼ口なんで出る出口がラッパみたいになってるんで、それで音が外にこう漏れやすいのかもしれないです、よくわかんないですけど、嬉しく食べてるのに素晴らしい、めちゃめちゃおしゃれ、今日の僕がいただいたメニューは夏の福袋で購入、交換の券で購入した、アジフライバーガーとエビカツバーガーとポテトと飲み物のセットと、あとかりんとまんじゅう、今日もとても美味しかったです、ごちそうさまでした、頑張っちゃう。